さあ、池ちゃん第2弾ですよ。元大物女優のマネージャーでしたシリーズ。じゃじゃーん、これは池ちゃんが、これ何歳？20ぐらい、20かな。で、芸能活動もしてたんですよね。してました。その女優さんのコネで、はい、こういう、うん、プロマイドが発売されてたんで。これ本人ですよ。これ整形してた頃。30年後整形してた頃。してない、してない。ちょっとママめっちゃねえ、美男子やん。昔の池ちゃん、うわすごい、ね、芸能活動もしてたんですよ、ね、そのまま続ければよかった。いや本当やん。え、かっこいいよ。めっちゃかっこいい。第一弾で話した通り、うん、当時そのね、あれ反町とか、うん、そうね、竹野内豊とか、本当、そういうモデル出身がいろいろ出てきた。ちょっとみんなどんどん質問していいですからね。もう無理やねと思って。いいや、無理やないってね。え、反町ぐらいね。何でこれやねと思ってもね、さすがに。これも大丈夫な写真ですね。かっこいいやん、これ。でもオーストラリアよね。めっちゃかっこいいよ。CM の撮影で、うん、へえ、すごいね。他ソロはないな。ソロはないかな。で、まあ、女優さんの写真もここにあるんですけど、うん、めっちゃかわいい。顔ちっちゃいし、可愛いし綺麗。ここちょっと、ね、フランス、これね、フランスですね。フランス、凱旋門。そうそうそう。これ見てもわからんね、こうやってね。うんうん、ここ顔押さえときますけど、うん、横は女優さんですよ。ね、これ僕の方に凱旋門、これ凱旋門、これ。見てやん。フランスロケの時ね。いや、これね、うん、そのスペインの、うん、映画の撮影で。うん、せっかくスペインまで来たんだろう、池ちゃん。うん、フランス遊び行こうよって言って、で連れて行ってもらったの。2人で旅行したの。へえ、うん、2人で、ね、2人で旅行しても彼氏にはならんかったくた。ならんかった。ならんかった。それがすごい。そうねえ、奪えばよかったのね。いや、同じホテルね、うん、泊まって、うん、まあ部屋は別々やけども、うんうん、結構ね、やっぱね、変な気分にはなるよね、やっぱね。やらしいわやらしいわ、このマネージャー。でも商品に手出したらいけんよ。、うん、ね、二人っきりで、もうずっと一日二人っきりじゃん、やっぱね。でも向こうは、向こうはなんともない。向こうはなんともない。いや、わからんよ、待っとったかもしれんや。待っとったかもしれんや。そしたら今頃、ね、ね、で、バツイチになった。そうそうそう。そう、で、うん、その女優さんは CD も出してて、うん、何この CD、うん、池社の名前も入っておいて。入ってますね、もうたどこに入っとん。なんでマネージャーの名前も出るの。なんで。あ、入ってます。え、歌っとったけん。いや、あのマネージャー、どこに入っとんの。え、バックコーラス。こっちからはね、ね、アーティスト、マネージメント、マネージメント、アーティストマネージメント、これね、洋介池崎。あ、ほんとや。まず入ってるじゃん。ほんとやん。クレジットが。入っとるよ。で、これはね、うん、いろいろコーラスとかも入ってるわけ。うん、ギターやボーカル、コーラス、うん、コーラスでこれ入ってる。洋介池崎。へえ。で、なんか、うん、ハンドクラップってなん、手拍子とかもしてるの。ここにもすごい、ちゃんと池ちゃんが手拍子しちゃったの。入っとった。レコーディング手拍子。いや、手拍子そういう曲があるこんな。あ、そうなんね。これぼかし入れますけど、女優さんね、あの CD も出してるし、歌有名ね。うん、歌結構歌ってやろうか。いや、歌ったらわかる、わかる、わかる。歌ったら有名すぎてわかるやん。でも結構映画メインみたいな感じ。ドラマとか出てるよ、出てる。あの、あれよ、こういうこれ、なんでこれって。これなんで。え、ドラマより映画の人やね。ドラマより、そうね、映画の人ですね、やっぱね。CM もよう出とったね。出よった、出よった。CM はね、僕がしようときは3本持ってた、僕が。へぇー。CM は出た？いけちゃん。出してくれんやった。なんで、一緒に出りーよ。旦那さんやったなんかで。
えー、なんでそんなお願いしたらよかったやん、うんうん、出してくれやったっちゃう、ね、だってさ、お願いしてあの芸能の仕事もできるようになったっちゃろ、うん、CM くらいそうね、うん、なかなかね、やっぱ厳しい世界やけんです ね、 ね、大手じゃなくていいやん、例えばちっちゃいね、うん、この辺のただの付き人やけん雑魚扱い、雑魚扱い、やっぱりでもさ、うん、いろんなとこ連れて行ってもらえるしさ、うんうん、いいね、美味しいもん食べて、美味しいもんはね、食わしてもらったっすね、ほんとね、海外も相当行ったんだけん、行く前はね、結構もう痩せとったんですけど、やっぱね、ずーっと一緒に行ったらね、結構ね、だってこれやもん、行く前で、現在、現在になる、現在、現在、うん、へーっそう、結構ね、大食いなんですよ、この女優さんが。細いもん。細いよ。グルメの大食いさんなんですよ。見えんね。そう、見えん。なんで、痩せの大食い？痩せの大食い。そうそうそう。全然太ってないよ。だけどね、それと一緒にずーっと同じペースで食べてたら、太っちゃったんだ。僕はね、太りやすい体質なんで。だけん、こげん変わってしまう。ちょっと今日は裏話聞かせてよ、さらにすごい。裏の裏の裏か。いろいろあるやろ。今日はね、うん、今日なんか思ったのはね、うん、ちょっとお姉さんの方の、お姉さんの方ね、うん、お姉さんも女優さん、うん、お姉さん女優さんって言ったらでも私だったらすぐピンとくるけどえ、でもほら石田ゆり子とかもなあ、そうね、兄弟、今日姉妹で、姉妹結構多いね、でもどっちかが売れてとかもあるよね、あるね、あるね、そうそう、大体どっちかのコネで入るやん、そうね、確かにですね、うん、まあお姉さんの方が美人系、お姉さんの方が美人系けど性格はちょっと悪いかなマジ、そういうのそういうの、でも気が強そうに見える、あ、気が強いね、でも気が強くないとやっていけよ、こんなの業界は、そうそうそう、でね、なんかね、まあ、ある時、そのお姉さんはマネージャーさんと結婚してたの、うん、本当のマネージャーと、うん、ありえたやん、ありえたよ、うん、なんでチャンスを、そう、本当、僕もあったはずなんですよ、僕狙ってたよ、でもあったはずなんですよ、だけどフランス行った時に、うん、こうしたら、いや、なんかね、酔っ払ったかなんか寝ぼけたか知らん時に、あーってなんか触ってはないけど、なんか下の、ね、寝ぼけと本当に寝ぼけとったらしいんですよ。なんかしたん？いや、してない、してない。何もしてないけど。抱きついた？そう、抱きつこうとして、なんか、あーって やられた記憶はある。なんかそんな。じゃあ、スパン買ったって。あ、けどね、あれやね、ちょっと病気で喘息が出たんですよね。東京行った時に。うん、そしたら、池ちゃん、ちょっと、もううち寝ていきよって、この女優さんの、家寝たの？世田谷の高級マンションで、うん、寝たん、部屋一個用意してもらって、もう病人やったっけんね、うん、で、なんかそう、生姜湯とか作ってもらって、うん、これ何年寝とき、いい思い出やん、もう優しかったね、その時も、まあ変なことはなかった、でもマネージャーやからいや、本当はあったかもしれんけど、言えんじゃない、あ、それが裏話だ、ちゃんと言え、なんかあったないね、芸能活動しようとき、なんか誰かに食われたとか、あ、食われたのはね、食われたってない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 、食われた、食った食った方やろ、食ったゆい、あのね、いろんな撮影でいろんな女優さんの付き人の若い子とかいるじゃん、うん、若い付き人、付き人同士で、それでマネージャー同士で友達になるとか、うん、友達になって、なんか、うん、そういう関係になったり、あ、そういう遊びもしてたね、そういう遊び、そうそう、だけあっちも女優志望じゃん、うん、女優さんの付き人ね、うん、だけ俺と寝たら女優にしてやるみたいな、やらしいわちょっと俺やっぱでも絶対あるよね、そんな話、あ、してもえないから、でもよくある話、よくある話ね、上の人がさ、そうそうそう、お前これ出たかったら、うんうん、俺とってあるよ、絶対、若い営業はね、そんな芸能界じゃ当たり前、ね、うん、したしてないでも男でもあるよね、あ、男でもね、買われる、食ったり食われたり、そうそう、あるね、カメラマンさんからめっちゃ気に入られてね、まあ、結構なんか位の高いカメラマンさんやったっちゃけど、何言われたの、ん、何て言われたの、いやいや、なんか映画出してやるからどうのこうのって来いよみたいな感じで誘われたことはある、あ、それ食われる、そうそう、食われると思ったね、ほらね、やっぱ芸能界あるって、さすがに、だけど体張ってね、できる人じゃないと、
無理って体張れやすぎ上がれやすかったね。絶対あるよね、そういうのはね、段階ね。え、もう方はおらんかったと思う。もうたくさんいますよ。やっぱおる。あるある。今でもいっぱいね、有名やんね。そっち路線でもよかったやん。俺だって、もうから言い寄られたことないの。俺男っすか。もうさん結構売れっ子やもんね。売れっ子多いよね。多いよ。でもね、相手から来るかもしれない。けどね、ほんとね、氷川きよしとかもね、今頃ね、やっとね、カミングアウトしてね、よかったよ、楽に生きれてね、ほんとね。芸能界じゃ色んな色ありすぎるとよ。だけど池ちゃんが今ここにおるとよ。そうやね、そういう話やろ。そうやね、登り決めたらよかったのに。もう一回しないの。もう一回せんよ。いや、今からでも遅咲き。今からはもうほら、中年の役ってさ、60代のその、そうそうそう、あの探検隊メンバー、あ、これからほらマネージャーになる2人。あ、マネージャー、貧乏ブラザーズよ。これから売っていただかないけん、じいさんたちのマネージャー売り込まない関係。そうやね、ちょっとあれで稼ごう稼ごう。いや、でもさ、お母さんたちとかでさ、やっぱほら娘を芸能界に入れたいわとかっておるやん、めちゃくちゃ。お母さんがよ、子供はそうじゃなくても、そういう人とか、お母さんとかが体張ったりもあるって聞いたけど。ああ、あるやろ。だってジャニーズとかさ、お母さん体張りました。ジャニーズとかもう中学生とか小学生から入れるじゃん、みたいな。そういう親が、親が若いもんね。だって偉い人と渡してよければみたいな、息子のために人肌抜くちゃ。そんなことか。そんなことか。いや、でもあるよね、絶対。やっぱあるとよ、結局コネと体と。そうやね、厳しい世界よね。どんだけね、本当に気に入られない関係ね。やっぱこう、いいように表は見えても裏はやっぱ泥沼よ。そうやね、裏の社会やね。いや、けど芸能界で本当長年生きてくて本当すごいねと思うね、みんなね。今だって そういうの何もないような感じにおらないけどね。いかにも見てないといかんよ。そうだ、そうだ。もう真面目すぎたらダメって言って。本当やね。え、真面目やいけちゃん。真面目、真面目。今は真面目すぎたけんいかんっちゃろうな、本当ね。そうよ。だけどちょっともう弾けとったら、今すごいポジションにおるかもしれん。かもしれん。いや、本当よ。こんなね、面と向かって喋れんにしてやったかもしれん。もう超売れっ子になっとくかもしれんね。本当やね。そうや。え、でもいい記念やん。いや、本当ね、まあ自慢かなと思うけど。そうね、でも自慢できるよね。こんな、それもこんな大物のね、大物よ。今でも誰でも知っとるよ。知っと、知っと。やめてすぐね、あのコンサートとかで福岡来た時とか、会いに行った。あって、ちゃんと手振った。久しぶりって。いや、まあ、あの楽屋入れてもらって。最近は、最近はないね。また連絡取れよ。連絡も知らんで。インスタグラムとかやっとおしゃけん、メッセージ送ればいいやん。メッセージ送ったら分かると思う。分かる。うん、そしてここ連れてきて。そう、会いたいもん。会いたい、会いたい。歌ってもらいたいね。名曲たくさんあるから。ちょっとメッセージ送ってみようかな。送ってみて、覚えてますかって。絶対覚えてる。だけでも今の顔送ったらわからんかも。そこまで極端に。この写真を横につけて送らんと、誰この男ってなるやん。ね、30年前や。30年前だって変わりすぎてさ、これが池ちゃんには見えんもん。え、連れてきてほしい。見えん、見えん、見えん。多分同一人物。普通みんなね、なんかね、なんか名残があるの、どっか。名残ないか。ない。ない。ない。輪郭が変わっとうよ。輪郭はかもね、やっぱね。年とと。髪もほら違うし。目は、目、いやいや違う。やっぱなんか違う。どっちがいい？こっち。当たり前やろ。マジで？いや、ショックやな。さあ、なんで？絶対こっちやったらいいよ。これ。かっこいいもん。もったいない。あ、プロマイド、それで、まあ、売りよって。何枚売れた？何枚売れた？タレント名鑑とかにも多分この写真が載ってた。へぇー。タレントさんや。本当や。そうだ。なんだ、そっちの写真の方がいいのか。いや、今は今でね、中年の色気はあるけど。まあね、でもやっぱ爽やかや。うん、爽やかね。爽やか。ね、スタイルもいいね。うん。めっちゃスタイルいいよ。ドイツ人物です。こういう写真やったらたくさんまだ多分あるよ。自分の写真やったら。ね、でもさ、子供とかをさ、芸能界入れたいとか思う？
あ、別にやりたかったらいいんだ。女の子とか、うん、女の子別に、うん、女の子危ないやん、心配やん、うん、まあ心配やん、ね、こういうおさんに食われたりね、そう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 、いや、いろいろあるて、いや、ほんとね、食われんとね、上がっていけんけんね、あれに出してやるから、大手のね、なんかね、そういう大手っていろいろありそうやもん、大手のやから系の事務所とか、やっぱああいう世界、ね、たくさんあるからですね、で、バックにやっぱほら、ああいう人たちもついとっちゃう、うん、なんか業界のドーンとかおるじゃないですか、ねえ、はい、だって芸能人でも売れんくなったらほら、うん、AV とかにやられる人もおるやん、そうそうそう、ね、もうほんとやっぱソープにやられたり、もうそういうのも聞いたことあるしね、やっぱね、そうソープにやられる、売れんやったらね、ほんとね、うん、AV 女優じゃなくて、 AV 女優なくて、うん、AV 女優の後かな、それはね、あ、最終的に、最終的に、池ちゃんはどこに回ったの、これホスト行った、ホスト行った、ホスト行った、ホストとかまだいい方や、男優、男優、でも男優とか行く人もおるやろ、男優おるじゃないの、え、でもなんか ね、うん、ね、雰囲気的にはあんなそうじゃないの、加藤鷹とかさ、昔おったじゃん、あの人普通もともとタレントじゃないと、あっちの出身じゃないの、おそらく、わかんない、へぇー、っていう話も聞いたことあるな、でも AV は AV で大変やん、そう、ね、顔だけじゃなし、体力もないとダメやし、ね、全員の前で撮影するちゃろ、度胸がないとね、でも給料がいいっちゃろ、男は安いっちゃね、男は安いけど、そういう売れた人は結構やっぱギャラいいらしいよね、へえ、今から頑張る、今からもう無理やん、なんで、ね、でも中年とかでもね、需要があるじゃない、需要ある、うん、中年、うん、彼らを売り出さないかんっけ、あ、もうだからやっぱマネージャーマネージャー用がいいわけね、でもさ、年はあんまり関係ない、面白みがあれば、あ、いろんな形で、そうそう、なんか需要があればさ、うん、やっぱね、うん、使ってもらえる、なんか池ちゃんが見て面白そうな人ってどんな感じな人、このクラブのメンバーで、あ、うちのクラブのメンバーでも個性的やね、みんなね、すごいね、と思うね、ある意味芸能事務所よ、売り出そう、社長、要はなんかね、おかしい人多いですねとか言われるけど、でも確かにね、まあ変わった人多いよ、ね、社長、ね、でマネージャーで、マネージメントマネージャー、いやーでもすごいすごい、池ちゃんそんな過去があったなんて、わからんね、人ってね、うん、わからん、いや、もしかしたら旦那さんになっとったかもしれないもんね、もったいない、勇気を振り絞っとけば、うんうんうん、顔ちっちゃいね、ちっちゃいよ、もうこんな、いや、ほんとにちっちゃいよ、ほんとんとマジでめっちゃちっちゃいよ、うんうん、でもさ、やっぱり女性タレント顔ちっちゃい方がいいじゃろ、うん、あ、もうみんなやっぱちっちゃいですね、なんか人もこう締める、いや、そんな人らあるよね、顔ちっちゃくするのとか、いや、でもやっぱりちゃんとエステとか行っとっちゃろうけどね、まあね、そうだね、やっぱエステとか行きよった、エステとかは行きよったよ、ちゃんとそう、鼻をね、こう人が整う、整形しとるん、この人って整形してないですね、え、もうそのまんま、そのまんま、うん、ナチュラルやね、まあ確かにね、そう、何にもしてない、何にもしてないと思う、お姉さんは、お姉さんもしてないんじゃないかな、基本的に、あ、お姉さんの方がほんと眉毛もいじってないって言ったもんね、自分の、なんか眉毛、お姉さんちょっとエラハットよね、顔ちょっとこうね、四角い顔やもんね、うんうんうん、妹とちょっと違うタイプ、うん、違うね、なんかね、やっぱね、うん、へー、うん、妹、お姉ちゃんは意地悪いったでも顔に出とる、まあ顔に出とる、そう、中はね、分かるよね、結構ね、2時間ドラマとか結構出てね、うん、きつそうな人って顔に出とるやん分かるよね、でもね、多分この人って裏ではすごいちゃろうなとかね、でもこの兄弟って2人とも離婚してますね、今独身やね、今独身か、だけどお姉さんが妹のマネージャーでしょ今、違うの、いや違う、多分ね、お姉さんも2回目してると思うよ、あ、俺じゃまた結婚したの、うん、うん、おそらく、へえ、ネット情報ではそういう、妹バツに、妹バツにで独身やね、多分今独身やね、ああ、まあでも彼氏はおるやろうけど、僕もバツにやけどね、うん、まあね、あ、バツに同士、うん、いや、ちょっと僕今既婚者、今既婚者おるんか、え、おる、そうそうそう、若い嫁がいますよ若くないよでもモテるっちゃろうね、うん、うん、そうやろうね、うん、酒癖悪いけど、そういう酒癖悪いけどスケベになるけど、記憶なくなるけどね、うん、え、でも結婚できるってことはモテるという、うん、そうなのか、だって見てよ周り、うちのねえ、うん、うん、それ考えたらモテるというね、うん、なるほど、いや、いくちゃんすごいよ、いくちゃんいくつかいな、50、ちょうど50、美味しい年頃って、あ、そうやね、うん、これからね、もう離婚せんやん、
まあ離婚けど離婚式はあったよ今年も去年か去年もあったけど今年始まったばかり始まったばかりあげましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますえでももう我慢するやろもうこの年になったらこの年になったらけどね去年はね結構危なかった ね, なんで飲みばっかり行くけんまあ飲みはね普通にもう当たり前になっとる何が原因何やお金の使い方いやいやそうじゃないんだけどこんな完全に別々あれしとうけん何やったかなもう3ヶ月ぐらい口聞いてくれんやったもんね小煩悩じゃない俺うんいや俺小煩悩何が気に食わんの何やったかな分かった変わり果てた何が気に入らんのそれでね3ヶ月ぐらい口聞いてくれんときはこれもう絶対は離婚しちゃろうと思ったっちゃけどね、うんまあ、けど俺も結構自由にさせてもらったけんねいいやんそうよ結構自由よマジでえ奥さんはお仕事ちゃんとしてパートでねうん、うん、子供まだちっちゃいけん、うん、えいくつ子供はね小2ちっちゃ2人とまだ3歳おるえちっちゃでも離婚したとこにも子供おるやろあおるおる何人おるん全部で5人うわすごいね1番目1人、2番目1人、で今3人かなすごくない、いや、やっぱすごいよ、池ちゃんはいや、だけね、そう、全部、まあね、養育費とかそういうのは全部払ってきたけんね全然話がそれよいけどいやいや、すごいね、ちゃんと払ってきとうのすごいね、うん、それも裏話本当やん。え、じゃあ一番上の子って何歳？上はね、26かな。見えんねえ、なんかお父さんに見えんねえ。だけどもうあれだよね、孫がおるかもしれんだよな、とらんけど、ね、生活感ないよ、ね、そうね、生活感ない、ね、全くなんかまだ遊んでますみたいなね、うんうん、本当だけど奥さんも心配じゃない、うん、あ、そうや、ね、もう諦めとんしゃ諦めとん、うん、もう病気と思っとるかな、うん、なんかね、もうへえ、5人そう、で奥さん若いやん、まだ今はけど10個したやけん、いや、若いやん、10個40やん40、40若いやん、いや、若いやん若いこれで20代とかなったら若いって言われるけど、それは若いけど、ね、なんだなんだ、はい、こんな池崎隊員でした。ぜひちょっと実物見に来てください。本当 こうではないですよ、うん、それは過去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 、これいやすごい、ちょっといやでも今もイケメンよ、うんうん、まあね今もね、うん、そうね、うん、じいさんたちよりはかっこいいめっちゃ比べよる。いやでもね、まあいい過去で。うん、本当、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。何かありました。いいお話を。はい。また次の裏話待ってます。はい